皆さんこんにちは SDGs と教育主任講師を務めます及川幸彦ですこれから本講義の紹介をいたしますまず講義全体の概要について確認したいと思います2015年の国連サミットにおいて持続可能な社会の実現に向けて 2030年までに達成すべき世界の共通目標として持続可能な開発目標 SDGs が掲げられました。これは17の目標と169のターゲットから構成され教育は目標4べての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を保障し障害学習の機会を促進するとされています。しかし 教育は人材育成を通じて SDGs の17の目標すべての達成に貢献するものです。したがって SDGs にどう貢献するかという観点から教育を捉え直し新たな価値づけを行うとともに今後の教育の在り方や方向性を検討していきたいと思います。本講義は15回シリーズで構成され以下の内容で展開されます。 はじめに、1から3回では、これまでの国際的な経緯も踏まえて、持続可能な開発目標、SDGs が目指すものを確認し、国内外の諸課題を分析しながら、SDGs の背景や重要性について学習します。次に、4、5回では、SDGs の達成には、人材の育成、 すなわち教育が重要であることを理解し、その人材に必要とされる価値観や行動について考えていきます。そして6から9回にかけては、SDGs の達成に向けた教育について、学校教育、社会教育、地域における教育、そして市民レベルの教育と各教育分野において、ゲストも交えながら、 具体的な事例をもとに考察していきます。さらに、10から13回にかけては、それらの教育を人権や福祉、防災減災、文化、海洋といったテーマから取り上げ、今日的な課題の解決に向けた SDGs に資する教育を考察していきます。そして最後に、 十四、十五回ではこの教育を実現するための指導者の育成のあり方や推進体制の構築の手法について考えていきます。ここからは鈴木が担当する講義のポイントを紹介します。私の講義は三回あります。第二回は地球規模の諸課題と SDGs です。私たちが暮らす地球は 今、喫緊の課題として、世界の注目を浴びている気候変動問題や、生物多様性の喪失、海洋プラスチック問題や、差別・貧困の問題などについて学びます。第7回は、社会教育における SDGs の取り組みです。SDGs は、公民館や動物園、水族館、博物館や青少年自然の家などの社会教育施設などでも学べます。 例えば、自然の中で楽しく遊びながら、自然や生き物についてたくさんの学びを得ることができます。第10回は、人権や福祉などの視点からの SDGs と教育です。国内外の貧困や差別、ジェンダーなどの問題に焦点を当てます。何気なく暮らしている社会において、どのようなジェンダー問題があるのか、 子どもの貧困問題はどうなっているのかなどを考えます。つい見過ごしがちだったさまざまな問題に気づくことができると思います。中澤が担当する講義のポイントを紹介します。中澤が担当する講義が3回あります。第5回は、持続可能な社会の作り手としての価値観と行動です。EST は社会のあり方や 社会への関わり方に関する価値観と行動の変革を促す教育です。どのような価値観を養うのでしょうか。また、行動の変革を促す方法として、行動経済学からナッジ理論を、脳科学からはソマティックマーカー仮説を紹介します。第十二回は、文化の視点からの SDGs と教育です。SDGs は未来志向の目標ですが、 歴史文化遺産から学ぶこともできます例えば世界遺産でもある古都奈良の文化財は1300年間にわたり受け継がれていますそこには持続可能な社会づくりのポイントがあると思いませんか第14回は SDGs と教員の養成・研修です実際に実践された ESD の授業を紹介しながら ESD の授業の特色や 授業作りに役立つ単元構想案の作り方を紹介しますリラックスして学んでいただければと思っています国連の会議でも教育はすべての SDGs の基礎でありすべての SDGs が教育に期待していると言われていますしたがって、以下のような視点から SDGs の達成に向けた教育を 推進していく必要があります教育は持続可能な社会の担い手づくりを通じすべての SDGs の目標の達成に貢献するしたがって SDGs に資する教育を推進することが SDGs の達成に直接あるいは間接につながるつまり教育はすべての SDGs の実践の鍵であるそして SDGs の作成に向けては SDGs に資する教育すなわち持続可能な開発のための教育 ESD の一層の推進が重要であると言います地球の危機は待ったなしです今こそ SDGs を進める時です 持続可能な未来の作り手を育てる教育について一緒に考えましょう